はい、皆さんこんにちは。今回はですね、和田剛先発戦のカブス対インディアンズの一戦ですね、お届けしていきたいと思います。さあ、まずはですね、カブスの攻撃からになりますので、和田のピッチングまで、飛ばしたいと思います。そして和田ですね、球種4つです。で、まずあの操作方法についてですね、すでにこちらの方何度かですね、プレイの方動画でお届けしてますので、すでに操作方法も知ってるよっていう方も多いかもしれないんですが、念のためおさらいしておきましょう。まず球種を選びます。球種はですね、丸三角×四角の中から選びます。で、球種を選んだともう、×ボタンを押すとですね、投球モーションに入っていきます。そうするとですね、ゲージが進んでいくと思います。で、ゲージが出てくるのが、キャッチャーの上にゲージが、こういった形で出てくるんですけど、で、投球モーションに入った後、この赤いゲージの近くで止めれば止めるほど、球威が、いいボールがいきます。で、コントロールに関しては、ここ、線がね、黄色い線が出てくると思うんですけど、その黄色い線の近く、一番いいのはもちろん黄色い線の真上に止めれば、コントロールもバシッと決まったところに行くよという操作方法になっています。で、和田の球種ですね、ストレートとスライダー、あとチェンジアップにツーシームという、4つの球種ですね。これを駆使して、インディアンス打線に挑んでいきたいと思います。さあ、早速1番バスターはこれをキプンズですかね。まずはツーシームから入っていきましょう。続いてはスライダー、このスライダーがファールになって2球で追い込みました。今度はもうちょっとボール気味にスライダー投げて空振りが取れればいいかなっていうような、いいですね、狙い通りのピッチングで立ち上がり、最初のバッターを仕留めました。さあ、続いてのバッターにはまずストレートから、やっぱ和田の生命線チェンジアップのイメージがあるんですけど、メジャーに行くとみんなツーシームとかね、そういうボール投げていく傾向があって、和田もその例に漏れず結構ツーシームとか多く投げてるみたいです。ここまでまだチェンジアップ1球も見せてないですね。ちょっと守備でバタバタしちゃいましたけど、レフトフライに打ち取りました。そしてこれはマイケル・バレンテリンって読むんですかね、ちょっと読み方が微妙なんで、詳しい方とかね、バシバシ教えてもらいたいんですけど、ヤンキースとかね、結構知ってる選手多いんですけど、インディアンスとかになるとちょっとわからない選手が多すぎて、カブスも正直言って話題以外はちょっとわからないっていうところはあるんですけど、まあそのあたりもね、こうやってプレイしていくとちょっとずつ分かったりなんかして楽しいですね。さあ、2回の、裏、
和田のピッチングです。うわー、持ってかれた。これはファールか。危なかったな今のは。打った瞬間は入ったかなと思いましたけど、まあ、その後デッドボールになっちゃいましたね。ちょっと動揺が隠せない。これはブランデン・ボスっていう、バッターですね。そしてこれは何、インディアンズのこのマスコットは何。まずはスライダー。ちょっとねコントロールと球威だけは間違えないように。であのランナーが出るとですね、このゲージの進みが恐ろしく速くなって、コントロールも球威もつけるのが難しくなるんですね。ちょっとなーゲッツー狙えたかなっていうようなところでしたけど、そしてヤン・ゴメス、打率は2割台ってあんまり打ててないですね。さあこれ、おっとダッシュがちょっと効かなかったか。ハーフライになってしまってそれが取れなかったですね。完全に打ち取った当たりでしたけど、ここは踏ん張りどころ。チェンジアップですね。さあ、ワンエンワンからもう一球チェンジアップ投げていきましょう。これが空振り。これでワンボールツーストライク。完全にタイミングずらしてますね。タイミングずらした後はストレートっていきたくなるんですけど、ここはちょっと怖いんでツーシームにしておきましょう。でボール気味にもう一回ツーシーム投げていきます。これはファールですね。で散々ツーシーム見せた後チェンジアップ、いいですね。見逃し三振。ちょっとデッドボールとかね、ポンフライ、ポップフライなんかあったりして、ちょっとランナー出してますけど、ここは立ち上がり2回の裏0点で抑えておきたいですね。はい、これセンターフライというところで2回の裏なんとか0点でしのぎました。まだー基本的にはあの球威とコントロール両方間違えるとかなり痛い目に遭いますので、最低でもどっちか、ランナーを出していないときは少なくても球威に関してはですね、きっちりと赤いゾーン端っこで止めていく必要があります。きっちり端で止めて、できればコントロールもビシッと赤い線上で止めると、ごめんなさい、黄色い線上で止めると。これはセカンドから、で、ダルビッシュとかね、田中将大とかに関して言うと、まあ三振取っていくようなピッチングスタイルになると思うんですけど、まあ、和田に関してはね、まあ、もちろん三振取れるようなチェンジアップとかボール持ってますけど、やっぱり打たせて取ると、どっちかっていうとメジャーに渡った黒田みたいなピッチングが理想だと思います。これもセカンドゴロですね。結構すごい勢いで投げるな今セカンド。もうちょっとやんわり投げてあげた方がいいと思うんだけどな。そしてライバンですね。
おお、これは綺麗に運ばれてしまった。さあ、ツーアウトからランナー出してしまいました。ここは慎重に攻めていきたいと思います。ランナー出すとコントロールが特に難しくなるんで、ミスがないように。これで2エンツー、2ボールから2エンツーまでカウントを戻しました。そしてセカンドゴロですね。この回3つのアウト全部セカンドゴロ、打たせて取るピッチングとしては理想的ですね。4回の裏になります。そろそろ三者凡退っていうようなね、回とかも作っていきたい。いいですね。インコースちょっと高めに浮きましたけど、チェンジアップが決まってます。これでワンボールツーストライクからスライダー外角に決めていければいいかな。うん、いいですね。ちょっとボール気味のスライダー、そしてインコースにズバッとストレート、これはファール、真ん中に入っていったけどファールなってくれました。これもファールですね。ツーシーム、そしたら内角にスライダー、おお、ちょっと危険なボールになっちゃったかな。これで、フルカウントになった。ここはランナーね、出したくないですから、ノーアウトのランナーは絶対出したくない。うわー、危ないボールだったな。これはファールですね。あわやホームランかというところでしたけど、最後はフォアボール、コントロールを乱した。これでノーアウトランナー一塁。走ってくることはないでしょうというバッターで、一塁ランナーですよね。ストライクが入らない。ちょっと危険ですけども、ストライク取りに行くしかないですね。ランナー出すとコントロールつけるのが本当に難しいです。当たりがちょっと弱すぎましたね。ゲッツーは狙えませんでしたけど、三塁ベース踏んでもよかったかな。さあ、これでセカンドライナーに打ち取って、まあ、ちょっとヒヤッとした当たりでしたけど、ノーアウト2塁1塁、フォアボールで2人ランナー出した後、ツーアウト3塁2塁までこぎつけた。ここはね、踏ん張りたい。ちょっと当たり損ないのね、逆に内野安打になっちゃうかなっていうような当たりでしたけど、この回0点で渡しのぎました。さあ、5回の裏の和田です。
で、ここでですね、ちょっと得点とかスコアとかのね、見方、解説していきたいと思います。スコアとかはですね、ピッチング画面、今この画面ですね、この画面の左上に出てます。カブス、インディアンスっていう形で入っていて、今カブスがね、4点取って4対0でリードしていますので、4-0って入ってると思います。で、その横にですね、5、そして下の矢印が出てると思うんですけど、これが5回の裏を示していますね。おお、これは、ぐわー、うまいセーフティーバント決められたな。今のセーフティーバントはうまい。で、まあ、ちょうどランナーが出ましたね。その横、ダイヤモンドが描かれていると思うんですけど、一塁にランナー背負ってますので、まあ、一塁のところに、黄色いマークが入ってますね。で、その下、赤い丸が一つついてると思うんですけど、これがワンアウトというのを意味しています。で、その横にですね、0-1って入ってると思うんですけど、これが、ボールのカウントですね。ワンストライク。なので、0-1っていう形で入っています。で、ピッチ図っていうのは、和田の、まさに今の、投球数ですね。62から63に増えましたけども、これが、投球数になっています。さあ、一塁ランナー走ってくる可能性もありますんでね。ただここはチェンジアップで空振り三振。そしてマイケル・ブラントリーですね。ブラントリーって呼ぶみたいですね。真ん中にストレートが入ってしまったけど、これはファール。今のボールはいいボールですね。ボールにはなってしまいましたが、これもファールで2ベンツ。ちょっとタイミングが合ってきてる感じがある。追いつくか、追いつくね。はい、センターフライです。この回も0点で和田しのいでいます。さあ、6回の裏の和田、いいボールですね。これもいいところに決まった。このチェンジアップがファール。もう一球チェンジアップ続けましょう。これはセンター前ですね。ツーストライク、追い込んだ後ね、ピッチャー返し、ちょっともったいなかったですね。ノーアウトでまたランナーを背負ってしまいました。モスをキャッチャーゴロに仕留めて、ただランナーは二塁に進んでますね。ワンアウトランナー二塁。そしてゴメス、ゴメスを迎えます。ヤン・ゴメス、当たりはいいけどファール。三塁戦ですね。これが外角に外れて2ボール1ストライクになりました。外角高めのボールストレートをファールにして、最後はスライダーをセカンドフライに打ち取りました。これで2アウトランナー2塁。
さあこの回もなんとか0点でしのぎたい和田。いいボールですね。ボールになりましたけど、外角低め絶対打たれないようないいボール。そしてチェンジアップを空振り。そしたらやっぱり速いボールちょっと1球見せたいですね。これもセンター追いつくかな。追いつきますね。ちょっとね、打った瞬間当たりが良かったんでヒヤッとしましたが、これもセンターフライ和田、7回も0点で抑えています。ごめんなさい、和田6回ですね。これから7回の方に入っていきます。まずはストレート、2球目もストレートを投げていきます。これがファールになって2球で追い込んだ。そしたらちょっとキャッチャーの要求はストレートなんですけど、3球三振狙いでチェンジアップ。おっと、2出された。今のねサードなんとかね取ってほしかったですけどね。ただ当たりも痛烈でした。またノーアウトでランナー背負ってしまいましたね。ボール気味のストレートをファールにしてくれて、これでワンボールツーストライク。ちょっとゲッツー狙うっていう意味でスライダー引っ掛けさせたいですね。スライダーファールにして2エンツチェンジアップ。これキャッチャーがこいつかな。キャッチャーフライ。これでワンボワンアウトランナー一塁に変わりました。キプンスですね。キプンスバッター、キプンス。スライダー2球続けたんですが、外れて2ボールになってます。おっとー、しまった。結果オーライだな。ちょっとね、あんまり褒められたプレーじゃないんですけど、まあ、トリックプレーになってしまいましたね。まあ、インフィールドフライにはなってないので、まあ、ルール違反のプレーではないんですけど、もし今みたいなね、ことをやるんであれば、例えば、二塁ランナーが、一塁ランナーが足が速くて、一塁ランナー殺しておきたいなんていう場面でやることはもしかしたらあるかもしれないんですけど、大概ですね、ああいう外角に、外野に飛んだフライとかっていう場合は、一塁ランナーもう少し、一塁と二塁の間ぐらいまでは出とくんですね。で、もし落ちたら進むし、取ったら戻るっていうようなことをするんで、まあ実際の野球では今みたいなプレーっていうのはほとんど起きえないと思ってもらって大丈夫だと思います。さあフルカウントになりました。球数100球超えてますので、おそらくこの回が最後になると思います。まだフォアボール。得点圏にランナーを背負って、
この回なんとか0点で終わりしたい。おこれはタイムリーを打たれてしまいましたね。ただ1点で終えましょう。1点で。バー守備のミスが出た。守備でまずい守備が出てしまいましたね。会場、スタジアムもなんかすごい盛り上がりになってきてる。まあ、インディアンスのホームですからね。すごい盛り上がってるな。今のストライクじゃないのか。粘りますね、バッターも。最後は見逃し三振。もうこの回ちょっとまずいね、守備も出たりなんかしてしまって3点を失ってしまいました、和田。そして和田は降板してますね。最後までゲームの方を進めていきましょう。で、和田を使ってみた感想なんですけど、チェンジアップがやっぱりすごく有効ですね。空振りが取れるボールとして、チェンジアップすごく有効でした。さあハイライト見ていきましょう。これは先制点の場面ですね。先制点じゃないや、和田が失点した場面ですね。でこれもね、取れるかなと思ったんですけどね、下がりすぎてしまって。ボールを後逸するという致命的なミスをしてしまったところですね。そして最後このジャンプ、言い訳させてもらうとですね、このジャンプしてしまうのはプロ野球スピリッツだと、今ジャンプしたボタンが逆に中継のボタンになってるんですよ。なんでとっさに中継に早く投げなきゃって思うと、この MLB ザ少将ではジャンプをするっていうね、ちょっと面白プレイになってしまうんで、まあ、そこは本当に申し訳ないんです。ちょっとずつね、プレーキースピリッツから MLB ザショーの方に操作方法慣れていかないといけないですね。はい、というわけで今回はカブス和田先発ゲームを、まあ、シミュレーションというかですね、やってみました。で実際にですね、まあ、スタメンメンバーはおそらく、シカゴとインディアンスそれぞれの、まあ、あのメンバー、実際のメジャーと同じメンバーになっているだあろうというオーダーになっています。で、このプレーをしているのはですね、実際にはその和田がまだ投げる前の日の夜にプレーしてまして、もしかしたらねスタメンメンバーとか変わってるかもしれないんですけども、その辺も合わせて比べながら見ていただけたらいいかなというふうに思います。というわけで今回はここまで。